ちは。さあ、豊さん、はい、7月が終わったので月間総評です。長いですよ。いや、長くない。今、帰って言ったのは何でですか。いや、長いなと思って。やっぱり12チームなのでね。まあまあ、確かにね。はい。これはね、記憶をこう辿っていかないかし。そうなんです。しかも絞り出していかないか。そうなんです。しかも7月というのは、まあ、前半戦の締めくくりだったり、その間にオールスターもあったり、後半戦始まりもあったので、いろいろ記憶を扉を開けていかないと。まあまあデータが回るしな。そうなんです。なのでまずはセ・リーグからいきます。セ・リーグ月間1位だったのはジャイアンツでした。勝率7割3分7厘。強かったですね。強かったな。はい、順位も今現在1位なのでそのまま反映されてるんですけれども、はい、この7月14勝5敗、はい、やっぱり俺が思ったのは、はい、ジャイアンツってある程度ホームランを打たないと勢いがつかないチームなのかなっていうのは感じたよね。はい、でホームランで勝つ試合っていうのが、うん、まあ今まで圧倒的に多かったから、はい、過去も見るとね、まあそれが7月に、まあ、ホームランがポンポンと出始めて。まあいい形だなというのと、はい、やっぱ丸、うん、それを生かす吉川、はい、ここら辺がやっぱチャンスを作り拡大していったよね。うん、そこにヘルナンデス、岡本、はい、それと大城も良かったわ。あ、そうですね、上がってきましたね。やっぱ大城がやっぱ勝負どころで打点を叩き出してくれると、はい、まあ楽になってたな。まあ課題はだから6番以降、はい、ただ岸田がねポイントでポンと打ったりとかしてくれるから、うん、まだ助かってるけども下位打線が多少弱い感じがするよね。まあまだそうですね、うん、ただその上位があれだけつながれば、うん、あとある程度固定で戦えるようになってきたよね。打順がそうですね、うん、いやそれは大きいなと思ってさ、リズムが狂わないというか、はい、まあそういう感じがしてすごく大きいことだなっていうのは思ったね。うん、あとやっぱりそのピッチャー陣の防御率っていうのがすごいいいんですよ。これチームナンバーワンなので。すごかったな。はい。すごかったっていうか、なんか圧倒するっていう感じはあんまりなかったんだけど、投手交代にしてもやっぱしっかりしたところで変えたりだとか、高梨と船場様、この変則2人、右左で。頑張ったなと思うよね。そうですよね。あと大勢投手が戻ってきたというのも7月でしたっけね。そうだな。はい。それまでちょっとねバルドナードとか、まあバルドナードが、うん、まあ8回に入って多少こう不安定な部分も見せても、うん、やっぱ大勢がね9回出てくると、はい、そう危なかったことを何事もなかったのように。切り取っていってくれるよね。うん、まあバルドナードも相当7月は疲れてたとは思うけどね、はい、抑えをやらされて、うん、その前にね、うん、でもその期待にも応えてたし、はい、だから非常にいいバランスでやってたな。ですよね。まあそれとやっぱこう、はい、巨人の傾向として、まあ丸は調子が良かった、うん、まあ吉川にどうするかなと思ったら、うん、ほとんど打たしていったんだよね。はい、それがチャンスを拡大することになって。うん、丸の調子の良さと吉川の調子の良さも同時に来てたから、はい、だからすごく良かったなと思うのと、前半に見せたバントの多さ、またバントかっていうことが消えたな。はい、これはもう今もうまた最初に言ってた徹底が少しちょっと変わったっていうことなんですかね。まあ変わったんだろうな。うん、そのやっぱバントをやらすけども、うん、そこまでの精度がなかったから。うん、やらして失敗するんだったらチームのストレスになったら困るし、バントじゃなくてやっぱ強攻に行くようになって活路を見出したというかさ、はい、だからなんかこう行き詰まることは少なくなったかなという感じがするよね。確かにそうですね。だから苦しかったもんな、巨人の試合を見るのがな。なんか窮屈で胸が締め付けられてるような感じでしたね。だからまあそれが若干こう緩和されたというかさ、はい、まあそれはやっぱこうバントによる失敗が、うん、バントをさせないことによって、はい、良くなったのかなという感じがする。そうですね。まあホームランも13本、これ6チーム中ベイスターズが19本というのがトップなんですけど、それに次ぐ2位なので、やっぱりその小技というよりもやっぱり打ち勝つというか大きい一発でっていう、そういう方向転換っていうのも非常にチームで浸透して効いてきた7月だったのかなっていう。あと投打ともにやっぱり一番バランスがやっぱりいいですね。まあそうだな、まあバランスは良かったし守りも良かったしね。良かったですね。まあ守備の破綻っていうのもまあほとんどなかったし、はい、だからすごくバランスを取れたなっていうような感じがした。この7月のやっぱりこの好調さを牽引した1人っていうのはバッター陣とか野手1人挙げると誰になりますかね。いや難しいな、まあ、丸が引っ張ったことはもう間違いないんだけども、うん、でも丸を生かしたのは吉川だと思ってるね。やっぱね、吉川がねこうチャンスを広げてるなっていう。だからその丸がいくら打ったって、うん、他が打たなかったら丸の打率は上がるかもわからないけど、うん、チームの成績は上がらなかったと思うんで、はい、でも丸が調子がいいので、うん、こう打つとチャンスが広がってくるんだよね、はい、三塁作ったりだとかさ、そしたらヘルナンデスが打ちやすくなるしね、はい、まあやっぱ丸かな。あ、そこは丸選手なんですね、うん、まあ吉川でもいいし、だからまあ好調な人間は多かったことは確かだね。そうですね、7月も、うん、さあ月間2位は、阪神でした、はい、阪神の勝率は6割1分9厘、13勝8敗ということで、7月30日時点で貯金を3つ作りました。結果的にはそうなったけどな、はい、7月の頭の方はもうもたもたしてたよ。そうですね、うん、バッティングの調子が上がってこないっていう。でも小畑がやっぱ木浪の穴を、まあ、埋めてくれたりだとか、はい、小畑には失礼かもわからないね、そういう言い方すると、はい、まあだけど十分埋めてくれた、うん、で前側が成長した。そうですね、うん、っていうのもあったし、はい、やっと後半から固定になってきたというか、うん、戦い方が、はい、まあそれで調子をぐっと上げてきたというかね、うん、森下が帰ってきて3番に入り、はい、まあ骨折明けの木浪が、まあ、8番から7番に上がり、うんとか、バッティングがいつものような形になってきたかなという感じがするよね。特にあのオールスターの、始まる前の前日のあの日曜日の試合からですよね。爆発した時からね、はい、そこからまあ連勝という形もそうですし、実は、7月30日時点の得点78得点なんですけれども、これあの6チーム中ナンバーワンなんですよ。本当かよと思うけどね。そう、よくびっくりしました。いやでもね、これはね、オールスター前のあの爆発がちょっとまあ効いてると思うけども、まあそれ以外だったらまあやっぱ苦しいゲームはやってるよね。そうですよね。まあだけど岡田監督もサイを震えるようになってきてるよ。ようやく。でそれまではサイを振ろうにもやっぱ振れなかったもん。ランナー出ないしさ、で出てもツーアウトからとか。まあチャンスを作りたいけど作れないとか、はい、サインを出したいけどその雰囲気にもならないというか、まあ、そういうことですごく苦しいんだけども、やっぱオールスターを境にすごくチームは変わったな、良くなったね。そうですよね、うん、まあ、それからやっぱこうサインも振るようになったし、うん、まあそれが当たる時もあれば、まあ、外れる時もあるけども、うん、サインを振れるっていうだけでチームが動き出したかなっていうような感じがするよね。同じ7月でもそのオールスターのあの前日を境に、あそこからもう打順が去年の優勝チームの時の固定になった、ね、その前までは例えば上田選手2番に入ったりとかありましたよね。1番とかもあったし、ね、まあ近本が4番打ったりだとか、はい、まあいろいろあったけども、うん、やっとこう姿になってきたかなっていう感じがするよね。なんか激動の7月でしたね。まあまあそうだな、うん、まあだからそういう意味ではまあこっからだよね、勝負はね。そうですね。まあ大体もともとね、はい、昨年も優勝がどうのこうのって、まあ、優勝したけども、はい、最初はもう馬なりでいいんだと、うん、いうようなことで、もうオールスター明けからだなって勝負はっていうぐらいだからさ、はい、やっぱこの位置につけられたっていうのは、うん、いいことだよね。そうですよね、チームとしてね、うん、あとはやっぱり圧倒的にあのホームでの戦い9勝3敗というところで、はい、で防御率もホームだと 1.59、はい、やっぱりこうホームでこう戦うことのもう桐敷潰れんかな、大丈夫か、ずーっと頑張ってますよね。もうオールスターまで選んじゃったからね。そうなんですよ、はい、本当に休ましときゃいいのにさ、まあ選ばれたのでね、まあまあまあ監督が選ぶんだけど、はい、まあだけど桐敷はよく頑張ってんのと、石井がやっぱ春先悪かったのをこう持ち直したね。いやそうなんですよね。まあこれが良かったなと思うよね。あとはやっぱ村上の時に打ってやらなきゃいけないのと、はい、これも久しぶりに勝ったけどね。そうですよね。あとまあ伊藤将司投手がね、この7月で2軍に行ったっていうのも、うん、まあただ、うん、その状態が悪すぎる。もうずっとですよね。だから彼はあんな打ち方をされる、まあ打たれる時はそういうもんかな。ボールがに力がない、うん、まあコントロールと緩急で抑えていくピッチャーだから。うん、まあ相手がはまっちゃったら抑えられないかもわかんないけども、はい、まあ本来の調子からすると程遠いよね。そうですよね。だからまあやりくりっていうのは大変かもわからないけども、はい、でもこの7月に高橋遥人が支配下になったし、そうです、はい、だからまあこれはいつ戻ってきて投げるのか、うん、これも楽しみだね。そうですよね。あとはその伊藤正志投手の今穴を及川投手が埋めてるので、どのぐらいねまた頑張ってくれるのかも8月、はい、楽しみですね。まあでもよく嵐から急にこう晴れたみたいな。うん雷雨があって、ピーカーになったみたいな今状態になっているけどね。はい、ようやくでした。まあでもそこまでよく持ってきたよね。そうですね。7月の月間は阪神2位でした。はい、さあ7月の3位はカープでした。まあ、はい、一時期ね首位をちょっとゲーム差3ゲームぐらいかな開けて走ってたんですけれども、ちょっと7月は3位ということで巨人が今現在首位なんですけれども、8勝10敗と2つの負け越しというか、7月30時点で、はい、まあちょっと打っとけばね、勝てた試合っていうのはたくさんあったと思うし、はい、やっぱ長打不足だな。打率も一番低くて2割1分1厘、6チーム中ワースト。やっぱり打ててないもんね。はい。でホームランも4本。はい、なのでこれも6チーム中やっぱりワーストと、そうだな、はい、いうところなんですよね。まあだけどまあ DNA の東にね、はい、土をつけた、まあシャイナーの一発で、はい、こういう野球がもう少しできればね、そうです。もう少し楽だと思うけども、まあなかなかないいところでじゃあホームランバッター並べて出るかっていうとそうでもないけど、まあでもオールスター系からの戦いもちょっともたもたはしたけども、はい、感じとしては少しずつ良くなってきてんじゃないかなっていうような気がする。あ、その兆しは7月終わり、まあ坂倉が良くなってきたよね。だからまあここら辺がやっぱこう中軸打てるバッターだから、はい、調子を上げてきてくれるっていうのはありがたいよね。でもその7月ぶりでちょっと栗林投手が打たれてしまったりっていうのもありましたけど、ただ島内がね、まあ帰ってきてるし、やっぱ島内が帰ってくるとあボールの力がおいどうなってんだっていうぐらい力あるよ。まあ矢野も元気だし、まあなかなかやるなという感じはするけどね。だからやっぱこうバッティングって水もんって言われるしさ。そうなんですよね。ただ勝率5割を切って4割4分4厘なので、やっぱり7月そんなによくはなかったのかなっていう。まあよくはない。まあよくはないけども、明確にあるんだよね。打てないのと長打力不足。まあそれによって苦しんでるっていうのはもう明確なんだよ。それを8月どういうふうに。だからシャイナーをこういろいろこんな形で新井監督がねやりくりして、もう東からね練習を止めたからね。はい。だからまあああいった野球もたまにできるといいなっていうような感じがするよね。そうですよね。あとは防御率が 2.91 で、まあビジターになるとちょっと跳ね上がって 3.51 なんですけれども、カープの投手陣っていうのは7月ちょっと疲れたっていうところもあったんですかね。やっぱあるだろうな。接戦になることが多いから。はい、やっぱこう完投しないピッチャーの代わりに中継ぎは多く出なきゃいけないよね。まあでも広島の先発投手陣ってできるだけ長く投げようとする姿勢がもうありあり見れてね、だからすごく頼もしく映ってくるんだけども、だからどうしても完投できないであれば代打を送ったりとかしなきゃいけないシチュエーションになってくると、やっぱ中継ぎはいるからみんなが全体的に疲弊してくるっていうのはあるよね。だからこれはでもやりくりをやりながらよく俺は我慢しながらやってると思うよ。じゃあ耐えてる方のこの3位っていうところなんですね、月間の。いやだからもうちょっと打ってくれるともう少し楽に維持もできるし、なんか上を目指せるという。形までは持ってるけどね。そうですね。そこら辺はちょっと長打力だったり打つというところ8月期待したいですね。さあ7月4位だったのがベイスターズです。ちょっと意外でしたね。7月もうちょっといくかなと思ったんですが、9勝12敗、勝率4割2分9厘。打ったんだよ。打ったけどやっぱピッチャーが持たなかったな。この7月はそうですね、防御率が 3.14 でしたね、特にビジター 3.71 なので、はい、勝ったって試合はひっくり返されてるからね、ことごとく、まあよくね、はい、でヤクルトさんの打ち合いでもさ、はい、2点取って延長になって、3点取ってサヨナラ負けしたからな、サヨナラ負けした、はい、まああの試合でもさ、まあ、例えば走塁ね、ここで1、3塁作れなかったって。そうなんだって。で、サロのヒットでさセカンドから回って、帰ってきたらホーム立っちゃうと、ほら1、3塁作っとかないからそうなるじゃんみたいな。で佐野のヒットであれ一塁ランナー行ってないのっていやだからまあそういう走塁があるとね、はい、やっぱなかなかやっぱこう勝てないよね。2点取れるところがゼロになっちゃうわけだから、うん、ね。だからまあそういう走塁もあったりだとかやっぱ守備だよな。そうですね、失策が16、まあ、これはちょっと阪神と同じ16なんですけどやっぱり多かったですね。まあね、うん、だからまあ阪神とはちょっと違って、はい、土のグラウンドじゃない分ね、うん、ホームグラウンドが、はい、まあ人工芝をホームにしながら、うん、ずっとそこでやったわけではないけども、はい、まあちょっとエラーも多いしやっぱりこう見えないエラー、うん、記録に現れないエラーもまあたくさんあったしね、はい、ホームにみんなつないでるのにセカンドに投げちゃったとかいうシーンもあったし、はい、だからまあ意思の統一だとか守る考え方が違ったりだとか、うん、選手個々がね、だからまあそこら辺をやっぱこう統一感を持ちながらやっぱ守っていったりだとか打ちにいかないと、はい、なかなかこうまとまったチームにはなっていかないよね。まとまることはしてるんだけど、うん、やっぱ感性が違うっていうかさ野球に対する、うん、だからその感性を整えていかなきゃいけないというか、まあ、そういう作業もあるだろうなと思う。だからいくら打ったとしてもその数字に表れないそういった走塁とかのエラーだったりとかそういうものがちょっと7月も多かったのかなっていう。そうだな、いやだから打つのは打つけども、うん、なんかもったいないシーンが目に余ったというかね、うん、だからそういうことを考えるとやっぱ DNA ってね力持ってるのにだからすごくもったいないなっていうような気がするんだよね。そうですね、力はもう間違いなくあるんだよ。うん、でもそれを労を惜しまないで思い切りよく一つの塁を取っとくだけで試合が勝てるのにとか、だから本当にねそういうこと小さいものをつまんでいくと大きなものに代償となって帰ってくる。塵も積もればじゃないですけど、そうですよね。だからその時はそうかもわからないけども、はい、止まったとしても次の長打で帰ってきたとか。うん、だから何事もなかったようだけども、はい、でもここで進んどかないと勝てない試合だってあるわけだよ、はい、だから常に同じような状況でやらないとダメだということだよね。そういうことですよね。だからもったいない試合が多かったな。そうですね、特にねベイスターズは8月が暑い中での試合が続くので、はい、野外球場なのでちょっとね貯金を一つでも多くな作っときたかったんだけどもな、うん、そうですね、まあ貯金がないわけではないけども、はい、まあだけどもうちょっと欲しかったなっていうのが本音、はい、それと力があるだけにもっと作れたんだろうっていう欲がこっちにはある。そうですね、本来ならねこの4位じゃなくて月間もっと上位に行っててよかったはずですもん ね。さあ月間の5位は中日でした。勝率4割8勝12敗4つの借金ということで中日はどう見てましたかこの7月は。いやもったいないんだよ。いや勝てる試合勝てないかなやっぱり。いやいやどうなんだろうね。いやなんかそれが分からないんですよ私も。うん、これ変な意味じゃなくて、はい、選手が自分たちで野球をやる。わかる、はい、打席に立ってセーフティーバントのサインが出たからやるんじゃなくて、打席に立ってあサードが下がってるなと思って、セーフティーバントするとか、はい、まあ例えばノーアウトランナーセカンド。とか1、2塁でもいいや、バントの構えしなかったら後ろに守ってる、うん、これセーフティーバントやってもいいなみたいな、うん、そしたらあわよくば俺も生き残れてノーアウト満塁になる、はい、でも俺が死んでも2、3塁になるとか、そういった自分たちの発想、それとか盗塁とかあこれ3盗いける行ってみようとか、はい、サインを待ってたら遅い時があるんだよ。だからそれはね自分たちでできるんだったら自分たちがやっていいと思うよ。あもう考えてその状況によって自分でバッティングするってことですよね。これはベンチを無視するとかそんなんじゃなくて、うん、そういう感性を身につけた方がいいっていうこと、うん、だからそのサインをずっと待ってるんじゃなくて、はい、自分で感じることってあると思うんだよ、うん、塁に出たりだとか打席に立ったら。だからそれを表現していく、それが自分たちの逆に野球なんだよっていうようなことをすごく感じるというか。今それができる中日でのバッターっていうのはいるんですか？いない。だからそれをやった方がいいんじゃないかっていう、怒られるとかそんなんじゃなくて、はい、そういうこともあるよねっていうようなことにならないかなっていうふうに思うんです。いやだからチームの打率としては2割5分4厘で悪くないんですよ。ただ得点が53というふうに明らかにちょっとね、だからね、打つのは打つんだけど、全部試合に対して受け身になってるんじゃないかなっていうな、そんな気がするんだよね。だからいやいいか、君たちは自由なんだぞと、ね、縛られてる、まあ、組織だけども、でも前線で戦ってるのは君たちだと、でここで打たれるって思うの隠れないか。そうですね、ここで打たれる前に打とうとしたら、まあ戦争の場合はこれは表現悪いかもわからないけども、先に打たないか、はい、そうですね、仕掛ける自分で責任だ。それは瞬間でしかわからないことがあると思うんだよ、戦っていて、はい、だからその瞬間にひらめいたことは俺は表現していいと思う、ね、それが成長につながりますよね。そう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 、そしたら後でミーティングとかで、いやベンチはこう考えてたと、この失敗は責めないけども、これからはもう少しこういう考え方ができないかとか、そういうことが話し合えると思うんだよね、はい、何でもかんでもさ、やっぱ待ってたら表現が遅れると思うんだよね、俺は。個々に率持ってる選手たちっていうのは並んでるんですよね、スタメンに。いやいや、これはチャンスは作るよ、いや本当に打てるようになってるし、はい、ここまでやっぱこうコーチと一緒にね、努力した結果がこういうチームになってきたんだ。あとは仕上げの部分だよ、でもそこには前線でやってる人間の感性が必要だって、いやここでこうした方がいいとか、はい、自分はこういう立場でこういるからこうした方がいいんだとか、そういうのは自分たちがこう考えてひらめいたことを思い切って表現したらどうなるかっていうことを、俺は試してほしいなと思う。ぜひこれは選手たちだけじゃなくて、まあ、コーチだったり監督だったり、一緒に一体となってそっちの方向に向かっていってほしいです、ね、だからね、縛りつけてる強制は俺はないと思うんだよ、絶対やるなよなんて、言ってないと思うんだよ、よし今日も頑張ろうって、今日も勝つよって、ね、チャンスの時に来たらこういうボールを狙ってこういうふうに打ちに行こうよって。まあいろいろミーティングがあって、よしスタートをする、でも瞬間的にここは絶対に走れると思ったら、走ってもいいですかっていうサインを待たずに行けって、自ら。そうですね、だからそれはやっぱね、ベンチじゃ分からないことだから、その選手が持ってる人の感性だから、はい、だからそこは殺してないと思うんだよ、だからそれは行けって思い切って。だからそのぐらいの自由を与えた方がいいかもわからないし、はい、これを与えてると思うんだけどね、そんな強制して絶対ベンチのサイン通りに動いてくれって言ってないと思うんだよ、だから矢野がとか羽月とか、はい、ね、広島は3投するじゃないか、しますね、隙があったら行くんだぞ、いつでも行くんだぞってずっと常に言い聞かせてる、それがやっぱ勝ち拾ってくる時あるじゃん。ありますあります。だからそこだと思うよ。だからそれをやっぱ中日の選手たちには思い切って表現してほしいなと思う。そうですよね。あとはピッチャーなんですけれども、やっぱ中日というとやっぱりピッチャーが鉄壁っていうイメージあるんですが、7月防御率 2.93、 中でもビジターになるとホームは 1.68 なんですけど、ビジターが 4.23 というふうにぐっと上がってしまうんですよね。まあこれはまあね、バンテリンの特質、まあバンテリンで慣れてるとさ、思い切っていけるんだよ、バンテリンの時はね、はい、でもまあそのなんて言うんだろうな、まあ野外に出ると、慎重さからコントロール乱して、フォアボールが失点の引き金になったとかさ、まあそういうことになるんだよね、はい、これはもうね仕方ないんだけども、この夏場、もっとそうなってくると、もっとそうか、それは暑さに慣れてないっていうこともあるし、ね、まあだけどそれ以上に中日はチャンスを作ってくれると思う、だからそこでいかに点を取ってくれるかだよ。そうですね、だからそれはね、もう承知のつけなんだよ、はい、野外に出て、ね、他球場で投げるとその防御率が上がっていくっていうのは、これはもう分かりきってることなんで、でもバンテリンよりもその点をね取るようにすればいいだけの話だ。いや主人がですね、取れると思うよ、だって中日はあれだけの優秀なピッチャーが外に出ると防御率が下がる、まあ、確かにそうかもわからない、まあ、だけど他のピッチャーも同じ人間だし、はい、いやそれはやっぱりね、投げにくさとか、いろんなことは感じてるはずだよ、だからそのバンテリンでビジターで行った時にピッチャー投げやすいよ、やっぱ。そうですよね、条件は一緒っちゃ一緒、一緒なんだよ、だからまあね、まあ、そういう数字が明らかに出るっていうのは、まあ本拠地にしてるからそう明らかに出るだけで、まあでも強力なのは強力だよ、ピッチャーはね。そうですね。さあ月間6位だったのはヤクルトでした、はい、7勝12敗、勝率が3割6分8厘ということで、防御率も 4.27 で、打率も2割4分4厘と、本来は打って打ってのチーム、ちょっとがっかりしたな、もう少し打者陣が投手陣を支えるかなっていうふうに思ったけども。そうなんですよ。ちょっとやっぱり支えきれなかったな。これはまあ失点が多すぎる。そうピッチャー多いですよね、失点が。ホームで 4.90 防御率、でビジターで 3.33 なので、やっぱホームでこれだけ打たれてるっていうのも。神宮だから打たれる。まあ狭いからしょうがないんですけどね。風もホームラン風だから常に。そうなんですよね。そうだね。しょうがないんだけど、ちょっと打たれすぎるな。でちょっとびっくりしたんですけども、ホームラン12本打ってるんですけれども、そうか、ホームで12本でビジターで0本なんですよ。ゼロっていうのもちょっとヤクルトにして、サンタナがいなくなったっていうのもあるのかなとか、まあそれもあるけども、もう少しつながりが出てきたりだとか、いろいろするというふうには思ったけどもね。いや状態が上がってきてたから、これはやっぱこう打ってピッチャーを助けるだろうなと思うところが、助けてんだけど助けにならないんだよね。そうなんですよね。だからそうだな、打つのは打ったりとかしてるんだけど、それ以上に失点が多すぎるな。そうなんですか。もうちょっとカバーしきれないぐらいの失点もありましたし、長岡選手ね、非常に状態いいのをキープしてますけれども、村上選手の7月っていうのは。やっぱ好調時もあるけど、やっぱ徹底してマークされるもんな。そうなんですよね。もうずっとこれはもうしょうがない、それを乗り越える力はあるんだけどもさ、高橋宏斗とかにね、徹底的にマークされて抑えに来られると、でもそれを打ち返すだけの能力はあるんだけどもね、でもピッチャーの方が勝っちゃってるよな。そうですね。あとはやっぱりちょっと外野手とかが今までのこのベテランとか中堅どころじゃなくて、非常にねフレッシュな面々使ったりとか。でもね、赤羽はね良くなると思う。あ、そうです。出てきてるけど、これは8月期待だな。あ、期待できる。それなんか7月そういう兆しみたいな。いやもうめちゃくちゃある。ああ、それは嬉しいですね。だって長岡敬遠するかなと思ったら、赤羽見たら4打数4安打1ホームランって、そら長岡と勝負するわな。で長岡がサヨナラを打つとかね、そういうこともあったし、赤羽が順調に来てくれるとね、層も厚くなるしね、ああ心強いなっていうのは思うけどね。これサンタナはいつ帰ってくるんですか。サンタナはオールスター出たけどね。出たんですね。ただまあね、走らなかったので。まあそうだな。これサンタナがいたら7月もうちょっと変わってきて。いやそりゃそうだよ、全然違うよ。それは村上の負担だって少しは楽になるし。そうですね。まあ山田が多少良くなってきてるかなっていうような感じはするけどね、まあでも山田の数字を見ると、まだまだ山田じゃないなと思うしね。そうなんですよね。上がってきそうで上がってこれなかった、下がっていってしまった7月でしたね。まあそうだな。俺は絶対来ると思ったけどね。私も思いました。ヤクルトと DNA は行くんじゃないかって思ってたんですよ。全然来なかったね。さあ続いてパ・リーグいきましょう。パ・リーグは月間7月1位は日本ハムファイターズでした、で2位が楽天、そして3位がロッテで、4位がソフトバンクで、5位がオリックス、そして6位が西武という順だったんですけれども、でも相変わらずその上位4チームは5割以上上げてるんだもんな。そうなんですよ。だから負け越してないっていうことだもんね。そうなんです。やっぱ貯金は作ってるっていうことだもんね。パ・リーグはね非常に強い、強いというか思うんですけれども、まず月間1位だった日本ハム、勝率が6割1分1厘、11勝7敗というところでしたけれども、どうでしたかね。6月が苦しんだりとか、7月の頭は多少苦しいんだけどもね、でも田中正義が後ろに収まって、投手陣は安定してきたかなという感じがするよね。田中正義がさ、こう中に入ったりとかした時期がちょっとあったんだけど、その時はやっぱこう中継ぎ陣がボロボロになったよね、だから勝てない時期あったんだけど、即座に戻してケツ叩いたところが、フラフラしながらでも抑えていって、ちょっと状態が上がってきたというね、はい、いうところがあるよね。うん、で、まあ、野手はレースがまあ多少良くなってきたかなっていうような感じがするよね。7月、良くなってきたのと、まあ、万波も状態を上げてきたっていうことと、やっぱり清宮、そうでしたね、清宮がやっぱりこう良くなってきたよね。そうですね。ただ水野の怪我、水野が帰ってくるかなと思ったら、やっぱなかなか帰ってこれないね。そうですね、やっぱりちょっとね、長引くんだろうなっていう、あ、そうだな、感じなんです。ただ、そんな中でも月間のホームラン20本っていうのは、これは6チーム中、もうナンバーワントップですし、89得点、これ実はトップはロッテの109得点なんですけれども、まあ、それに次ぐものだったので、やっぱりホームラン、長打とかっていうのは出たのかなっていうのはありますね、この人。万波がね、非常に状態を上げてきたっていうことと、はい、やっぱレースが日本の野球に多少慣れて、うん、ソロホームランがないんだよね。ランナーがいる時のホームランを打つんだけど、そうなんですよ。はい。まあそういうので打点を稼いでくれたりだとか、はい、まあ水谷がね、まあ相変わらずいいっていうことと、うん、まあちょっと落ちてきたんだ。あと石井がいいな。そうですね。石井がやっぱこう勝負どころでやっぱよく打ってくれたなという感じがするよね。そうですね。松郷が全然ダメだったんだけどさ、はい、まあそのオールスター系、うん、多少取り戻してきてるよね。今、うん、自分の姿をね。はい、あとこれ防御率なんですけれども、まあ 2.86、 ちょっと一見あちょっと多いのかなと思いつつも、他のチームが結構防御率跳ね上がってるところもあるので抑えられたというところなんでしょうが、ホームで 3.19 でビジターだと 2.18 と、ホームでちょっと打たれてるっていう苦手意識があるんですかね、7月は。まあ、あそこ狭い感じがするよね。ああ、だからなんですかね。まあ結構ホームラン出るからね。あ、そっか、だからピッチャーの昔札幌ドームなんかな。そうですよね、広くて行ったと思ったらフェンス手前とかね、はい、でもそういう行ったっていうのが確実に行くからね。そうか、じゃあ7月に関わらずっていうこともあるのかもしれないですね。ただやっぱまあ冒頭に言ったけども、うん、まあ田中正義がね、はい、ちょっと状態が悪くなって、うん、まあ後ろで失敗するようなことがまあ何回かあって、はい、中継ぎも含めてね、うん、そこからちょっと失点っていうのがまあ増えたけども、うん、まあ戻してからまたちょっと落ち着いたっていう。だからまあ前半、田中正義が抑えじゃないときに失点がこう多くなったかなっていうような感じがするよね。なるほど。さあ月間7月2位だったのは楽天でした、はい、勝率、5割7分9厘、11勝8敗、貯金2つ7月30日までに作りました、うん、これ打率はいいんですけど防御率は 4.19 なのでワーストだったんですけれども、月間では2位というところで、まあ早川が安定してたということで、そこなんですね。ピッチャーエースがね、この前ダメだったけどクオリティスタートをずっと11試合ぐらい続けてたかな。だから非常に安定感あったし頼りになったんだけどもね、やっぱりピッチャーがまあ藤井とかがいいけどね、まあ打ちにしても庄司にしてもちょっとフォアボールが多いんだよね。これが解消されるともっとどんどん向かっていくようになると抑える率も高くなって無駄な失点がなくなると思うんだよね、うん、そうなってくると楽天というのはまだ上がり目があるんだよ。あ、まだ、はい、うん、うん、まあ岸がいい年こいて完封したりとか、まあベテランでまあでも頑張ってますよ ね、 ね、年齢でもいやいや本当に頑張ったりとかしてるけどもね、うん、まあだけどその、まあ、勝ち越して申し訳ないんだけど、はい、内とか庄司とか、まあ庄司はこの前久しぶりにね、はい、登板してきたけども、フォアボールをねなくしたらもっと勝てると思うよ、うん、彼らは。そうですよね。無駄な失点が多すぎるんだよ、うん、そうなってくるとチームはもうちょっと上に行けそうな気はするけどね。確かにチーム打率は2割5分8厘なのでロッテに次ぐ2位なのでいいので、これで防御率がもっと下がってくれば上位には確実に、いや俺は行くと思うんだよ。そうですよね。で抑えには則本がしっかり待っててくれるしさ、うん、だからそれ考えるとちょっともったいなくてしょうがないんだよね、先発ピッチャーが。ポンセにしたってそうなんだよ、はい、フォアボールが必ず失点につながるというかさ、うん、もうそういうスタイルのピッチャーなんだろうな。そうです、だからそこら辺が解消されると、もうフォアボール出すなってもうされるみたいな逆にね、それが出すぐらいだったら出すぐらいだったら、必ずフォアボールが失点につながるから、楽天の投手陣ってフォアボール禁止だよ。そうですね、7月は特にそういうのがちょっと目立ったのかなっていう。いや、本当だよ、7月のフォアボールの数出てないでしょ。ですね、7月の、あ、出てますね、7月のフォアボールの数は多いですね、これ四死球なんですけれども77、ダントツだと思う。ダントツですね。ダントツだろ。ダントツ、これ一番低いのがソフトバンクで45なんですよ。そうだろ。30ぐらい多いんだよ。多いですね。だからやっぱね、フォアボールをなくす楽天は、そしたらもっと上位にいけるよ。で、打つ方はやっぱ大郷であったり辰巳であったり、まあ素晴らしいバッターがもう成長を遂げてるんだよね。で、浅村が良くなってきてる。で、阿部ちゃんが打ち出したみたいな。で、太田もね、キャッチャーに収まって、割と仕事をしてるというね。だから非常に打者陣には見るべきところがたくさんあるんだけども、やっぱりピッチャーの若手だな。そうですね。まあ中でも中継ぎの鈴木昊投手、ナンバーワン、リーグナンバーワン、まあ打たれてないというか抑えてるとか、はい、その存在っていうのはちょっとなんかこうファンにとっても明るい兆しなのかなっていう。一人頑張ってもしょうがないんだよね。でもまあ、でもそういうピッチャーがね、存在してくれてるっていうのは心強いよね。で、監督にしたってもう、そしたら鈴木昊行こうみたいな、まあそういう頼りがいのあるピッチャーが一人でもいてくれるっていうのは、まあありがたいことではあるけどもね。ただいかんせん一人だけじゃさダメだし、やっぱゲームを作っていくのは先発投手だからさ、そこら辺がフォアボールでとっちらがってると、鈴木昊なんか何やってんだこいつらみたいな思うだろうね。思われちゃいますよね。いや、だから堂々とやっぱこう向かっていってほしいなって思う。まあそこだけだな、要求は。あとはね、楽天の選手たちっていうのはやっぱ足も使えるしね、足を絡めて得点するっていうこともまあできるし、まあ選手によってね。で、まあ辰巳とかも小郷とかも非常に成長してる、まあ先ほども言ったけども、それを考えると悪くはないんだよ。だからあとはやっぱ先発ピッチャーだなが、フォアボール出さずにきちっと役割を果たしてくれる、果たしてくれると、もうそんなに大崩れするようなチームじゃないからね。はい、さあ続いて月間3位なのがロッテでした。はい、勝率が5割7分1厘で12勝9敗、貯金は7月30日時点で3つ作ったんですけれども、チーム打率2割7分、これは6チーム中トップでした、月間で。はい、ただまあ防御率が 3.98 とフォームで 4.44 ということで、打率はいいんですけれども、ちょっと7月ピッチャー陣がっていうところもありました。まあそうだな、まあでも勝ち越したという。はい、まあその中の中心はやっぱ外だな。外、はい。よく打ったよ。まあそれとずっと打点王争いでね、トップを走ってた山川をトライだからね。前半バーン満塁ホームラン2本打ったりとかさ、いろんなもうとんでもない打ち方してた時に、これはもう山川がね、行くだろうっていうふうに思ったけども、それを捉えるぐらいコツ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 勝負どころで打ってきた外が捉えたから、やっぱ外がよく頑張ったなっていうような感じがするよね。そうですよね。まあそうしてやっぱり打つ方、野手結構頑張ったなっていう7月。そうだな、友杉小川、が非常に成長してくれて、まあショートとかセカンドとかね守ってくれてるし、まあ藤岡ももちろんセカンドで、まあ頑張ってるしみたいな。まあ藤原が怪我から治ってきたとか、まあいろいろこういい効果はあるんだけども、6対0で勝ってた試合が、それまでさパーフェクトでいってたのに、いきなりフォアボールからさ6回かなんかに7点取られるんだよね。ダメージが。だからああいう試合を作っちゃダメだよな。そうなんですよ。あれは残念くされたのか、豊さんも分からない。だってさ、例えばベンチ預かってる吉井監督も種市ってほとんどエースじゃない。まあ左が小島だったら右はね西野か種市かっていうような感じじゃない。それがお前いきなりさパーフェクトやってたのに、フォアボールパーフェクトが途切れてから。なんか切れちゃったんですかね。いや、切れるまだ回でもないしな。そうですよね。でピッチャー変えるっていうこともできないよね、なかなか。そうですよね。こうしてひっくり返されるというさ。ありまましたね。まあそういう試合を作っちゃいけないし、まあアイデアとしては小川がね、最後サヨナラの時西武戦でセーフティーバントやっていって、まあサヨナラにしたとか、まあいろいろこうなんていうの、大技小技でさ、まあ野手陣はいいよね。まあポランコも当たってきた、外もいい感じでずっと働き続けてる。で高部も相変わらずいいし、まあ岡が一番で元気だと必ずいい結果を生むよね。だからまあ岡の状態っていうのがこれからもロッテはポイントを握っていくのかなっていうような感じはするし、8月9月10月もそれと吉井監督も角中にバントをさせたっていう試合があって、であれだけこう一番確率が高いバッターにやっぱバントをしていくこう執念というか、まあそういうものも感じたしね、だから戦い方としたらすごくいいなと思うし、悪くないなって思う、それは感じるよね。あとはピッチャーですよね。あとやっぱり増田投手が9回に出てきたり、打たれて失点しても抑えた場面もあれば逆転負けっていうところもあったりとか、まあ増田の時はね、不可解なシーンも多いんだよあれみたいな、何やってんのみたいな、まあシーンも重なったりだとか、まあするケースもあってね、なんかすんなりいかないケースが多いよな。だからまああそこら辺でこうすんなりいけるとな、もっとこう足取りが軽くなるんじゃないかなっていうのは気はするけどね。そうですよね。ただね、ちょっと7月ソフトバンクと差が6ゲーム差ぐらいまでに来た時にロッテいけるかなっていうのもあったんですけども、やっぱちょっとピッチャー陣も崩れたりもあって、ソフトバンクもまた勢いを盛り返してきたっていうのもありましたしね。さあそのソフトバンクが月間では実は4位だったんですけれども、11勝9敗、勝率5割5分ということで、まあ勝率はね5割以上がっちりキープ強いよやっぱ。豪快に打つイメージがあるけども、やっぱ意外と細かくやってきてるよね。そうなんですよ。まあ例えばそのエンダーのかけ方とかさ、これさランエンドヒットかもわからないけど、周東が走って翔太が入ったところを見て、栗原がそこに打っていくと。で1、3塁を作って、うわー外野フライでも1点だと思ったら、山川がとんでもないホームラン打つといやだから山川も状態上げてきてるし、オールスター明けから上がってきましたね。そうだね。で1点を取る野球の中で、2アウト取られても送るときは送るしね、だからそういう勝負に対しての徹底さっていうのがちゃんとできてるかなっていう。だからまあ孫さんのね、その頭の中には1位は当然だと、それも圧倒した1位じゃないと意味がないっていう、まあ、それを今一生懸命やってるかなっていう感じがするよね。そのやっぱり豪快さというか、もう畳みかけるように点を取るプラスアルファ緻密さっていうのも非常にありますよね、ソフトバンク。やっぱ足が使えるっていうのはでかいな、あの打線であれだけ飛び道具があるのに、足をもう地味に使ってくるんだよ。そうなんです。盗塁は7月17、これは6チーム中ナンバーワンですね。まあその中でね、やっぱシュートがやっぱすごいな、セカンドの振り逃げで、ね、隙を見てサードに進んで、次の内野ゴロで帰ってくるんだよ、もうねたまらんよ。嫌ですね、相手は。いやでもシュートの成長というかさ、バッティングとかね、それまでシュートって足だけの選手っていうイメージがあって、たまに先発したりだとかするっていう、今もう完全にラインナップから外せない選手になってるもんね。そのぐらいやっぱりバッティングっていうのは成長してるし、だからまあ7月っていうのはそういうことも見せてくれたしね、まあ足っていうそういうね、隙を見て進んどいて内野ゴロでいってっていうね。だからチームの状態としたらそんなにいいとは。そうでしたね、連敗もありましたからね。だから4位でしょ、全体のね、それを考えたらソフトバンクとしたら状態はあんまりいいっていう感じではなかったと思うんだよ。コンちゃんもちょっと止まっちゃったりとかね、で山川が少し打ち出したとか、コンちゃんが止まって、だからちょっとこう補ったかなっていうような感じがするけど、だけどそれを支えたのはやっぱ足だと思う。足とやっぱ小久保監督、地味だけどコツコツした野球もできるというね、まあそういうところがやっぱ強さかなと思うよ。そうですよね。いやだからね、連敗した時期も7月ありましたけれども、もともとの貯金があれだけありましたし、結局2位のロッテと6ゲーム差ぐらいまでいったんですけど、気づけば今の時点でまたもう11ゲームでマジック点灯今してるので42な。はい、そうなんです有名じゃないようなこと言いなさんなよまあ確かにでも事実だからな。そうなんです。マジック42点灯で、それを記者の方がこう語ったら、もうそういうことは言わないでくれっていうふうにしたので。いやもうね、勝つことに貪欲だよ。ですね。ちょっと違いますね。いやだからもうなんていうの、孫さんの考え方がチームを動かしてるというかさ、圧倒して勝つというね、ダントツで勝つっていう、まあそこだよな。まさにそれを体現しているような形ですね。はい、7月は4位でも強かったです、ホークス。はい、さあ、ここからは5割切ってしまいます。5位がオリックスですね。はい、7勝10敗、勝率4割1分2厘。チーム打率がこれワーストでした。2割1分4厘ということで、得点も42得点。これは6チーム中最下位と。いうところで、俺もっと来ると思ったけどね、7月に一旦5割になってんだよね、うん、行くと思いました。だからここから来るなと思ったら、どうしたのこれ、なんなんでしょうかね、行けないっていう。いや、俺はもうね、ある程度固定で戦ったらどうかなと思うよ。もう変えすぎるから、はい、調子のいい選手でもおかしくなるんじゃないかなっていう。まあ慣れてるけどね、みんな、固定じゃないことが、まあだけど、ある程度落ち着かした方がいいのかなって、これだけ打てなくなるんだったら。だって打てる選手はいるんだよ、森選手とか西川とか中川にしたら、大田が怪我したか、これは痛いけども紅林とか、ただやっぱりしっかりじゃないかのは杉本と頓宮だよ、あと宗、この主力3人が何をしてるんだっていうのがあるんじゃない。まだここに来てもですよね。まあ実力があるだけにさ、この前でも杉本出て、頓宮ポンを打って、宗ゲッツーやで、もう3人で終わってんだよ。それはね、ちょっといやもうそのね、一時期やっぱこの3人っていうのはさ、もういやらしいなっていう3人だったじゃない。頓宮なんか去年の首位打者だからな、これが1割台だから、何がどうしたんだって。そうですよね。あ、もう完全なフロックかってそう思われるよってね、なんか狂い咲きみたいな、そんな感じだったのって言われるよって、だからもうその自分の取った首位打者を、ね、輝かしいものにするんだったら、やっぱ残り試合、もう本当、死に物狂いで打ちに行った方がいいよ。そうですね、いや本当にちょっとオリックスがこの2割1分4厘っていうのは、ちょっと考えられないというか、いや実力があるだけにさ、それと足も使える、何でも結構できるような選手たちがいる中で。これだけやっぱこう低迷するっていうのはちょっとおかしいと思うよね。そうですね。だからやっぱこう落ち着いて野球ができてないのかなっていうような気がするよね。そうですね。あとはね、ピッチャー、はい、ね、山下舜平太、どうしたみたいな。また先発にね戻るっていうふうに、もう戻ったろうがなんでもいいけどさ、あの力で1イニング抑えられないかって。あ、どうしたんですかね。いや俺も不思議でしょうがないんだよ。まあ、例えば12球団でナンバーワンの素質みたいなのがあるピッチャーが、ああなっちゃうのかなみたいな。もうだから首をかしげることが多すぎる7月でしたね。いやいや本当に、いやもうそれだったら見たくなかったよみたいな。あ、そう、あ、そう、あ、その配置は山下舜平太って、いや頑張らないと、力があるんだもんみんな。そうですよね。でだから防御率もそうなんですよね、2.89、フォームに関しては 3.00 というところで、頑張ってるのは頑張ってるよな、ピッチャー。そうなんですよ。いやでも本当に頑張ってほしい人は、まあ宮城であり山下舜平太でありみたいな。まあ宮城ももったいないよな、ソフトバンクにツーラン2本、初回に打たれて、その後ノーヒットだよ。そこだけっていう。でも4失点っていうのはやっぱ打ててないから大きいんだよ。そうですね、打率が。そうです。これが2失点ぐらいにしといてくれればさ、なんとかなるのにさ。いやだからこう歯車がなかなかこううまく回っていかないな。ですよね。特にじゃあ7月何か希望が見出せた7月の終わりにはならなかった。これはねでもね、西川がある程度パ・リーグに慣れてきたかなっていうような日差しはあるんだよね。あ、そこはちょっと嬉しいです。だから一時期は西川と、まあ太田とか。ああいうのが絡んだりだとかした時には点になってたんだよね、よくね。まあだけどバッティングっていうのは水もんだしな。まあでも西川がねある程度打ってくれると希望は持てるかなっていう感じはする。もう希望何か持たないとな。そうですね、希望を持たないと本当にB クラス取り残されていってしまう。まあ難しいですね。ここまでゲーム差今いやもう厳しくなったと思うよ。6ゲームなんですよね。いや雰囲気的にも A クラスが厳しいと思う。このままではね、もう本当に頑張らないと。力はあるんだからみんな。8月の巻き返しにちょっとねオリックスは期待ですけれども、ね、さあそして最下位だったのが西武5勝14敗。もういいんじゃない？いやいやいや、西武ファンの方もねなんとかしてくださいって、勝率2割6分がっかりする試合が多いんだよ。ファンの方も一緒だと思うよ。これ勝率が2割6分3厘ってどっかの打率かなって一瞬思っちゃったんですよ。ちょっとびっくりしてしまって、チーム打率は2割2分なのでオリックスよりかはいいんですよね。ただ、まあ、防御率 3.31、 もうねとにかくねエラーも多いし、はい、そうですね、エラー一番多いですね。そうでしょう、はい、でエラーからの失点が多いし、ちょっと辛いな。いいことはないんだ。野村大樹選手が入ってきたのってあれは7月でしたかね。まあ、トレードはね1回ありましたけれども、7月はなんかいい兆しは。でもね、はい、俺思うけど、菅井、ピッチャーね、まあ、この前はやられたけど、でもこのピッチャーの素質、あと渡辺、このピッチャーのポテンシャルの高さ、これはねすごいと思うよ。ピッチャーは湧いて出てきましたね。あと竹内、はい、あと隅田、ね、やっぱ投手王国は変わりはないなって、そこはなんかいい兆しというか明るい兆しですよね。いやもちろんだよ、まあそこは宝だよね、チームの、野手しっかりせよって。そこですよね。いやもうね、やっぱキャリアのある人がね、もうこういう展開でエラーしちゃだめだよ。チームの足を引っ張るようなことしちゃ、それは確かに過去は打ったかもわからん、だけどこの若手が成長しよう、若手を使おう、来季に向かおうとしてる時に、ある程度の経験者がもうとんでもないエラーをしたりとかする時がある、これはねちょっと辛いな、チームとして。そうですね、もうゼロにした方がいいよ、なべちゃん。1回もゼロにフラットにした方がいい。でも将来使える選手を優先的に使った方がいい、これはもうしょうがない。だから彼たちも片棒担いでるわけだから、この状況を作る、いやそしたらもう冷や水をね、浴びせられることはもう仕方ないと思わなきゃいけない、じゃなかったら頑張らないと。そうですね、と思うよ。だから7月もあまりにもひどいもん。ちょっとそうでしたね。なんか本当ちょっとでもここから行くんだっていう、未来に何かを見せるんだファンにっていうのがちょっと感じられないような。まあ一生懸命、若手なんかはね頑張ってる姿とかで、若手がミスする、それを肥やしにしろよとか思って、それも経験だで頑張れって思うけども、ベテランがやっちゃいかんな。そうですよね。でも中でも7月ガルシアが出てきました。よかったね。そこは7月終わりに出てくれたねって言えるか。7月30日に出てきましたよ。遅いわ。ね、なかなか一軍に上がってくるの遅かったですけれどもね。だってさ、取ってきた外国人がダメなのに、もうそこは一生懸命やってる、ね、支配下に早くして、早く使えばいいのに。そうなんですよね。若手の日本人と一緒ですよ。そうですよね。若手の日本人ってあれだけのパワーを持ってる人いないでしょ。いないでしょ。そしたらもう即刻上げて支配下にしてバンバンやらしとかないと。もっと早くやらしとけばよかった。それもちろんそうだよ。だって軸がいないっつってんのにさ。確かに。でおかわりともくんとか外してるわけでしょ。栗山でも。いやもうそしたら軸がいないからみたいな。そしたら軸にしなさいよって。でそれでね形作っていってチーム作っていけばですよね。ただ豊さん、1軍ではこういう状況なんですけども、西武2軍では今チーム日本ハムに 0.5 ゲーム差の2位につけているということで、あれじゃないか、高橋君のがバンバン勝ってんじゃないか。違うか、おかわり君がバンバンホームラン打ってんじゃないか。違うか。どういう現象というか、まあもちろんね、まあでもやっぱこう成長してきたんじゃないの、若手が。そうじゃないの。もちろん1軍と2軍で差はね、力の差っていうのはありますけど、試したい選手とかいたらどんどん上げていって使ってもいいんですかね。ただやっぱりこう相対的に守備が鍛えられてないかなっていうような気がするな。これは昔からですか？いや昔からでもない。昔はやっぱ上手い選手が多かった。そうなんですね。スペシャリストって言われる人も多かったし、でもねやっぱりね守備が鍛えられてない。鍛えてなかったんですかね。いやわかんないけど、守れないと使えないって、で西武の選手は今まで三振は OK だったかもわからんけど、俺からダメだわ、三振したらもうだって長打がないんだもん。そうですね。長打がない人が三振 OK なんてありえないよ。そうですね。はったおされるから。確かに。いやいや本当だよ。ホームランターがね、ホームランか三振かっていうのはそれはしょうがない、振らないとな、なかなかいかんもんなみたいな感じで言えるけど、そんなホームランも打てないやつがプリ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 三振してるから、はったをされてるよ、論外ですよね、論外だよ、そうですね、いろいろ改革しないとだめですね。いやもう改革、もう誰かもう本当に叱る人間を連れてきて、鍛えなきゃだめだよ。そうですね、まあ多分今シーズンはきっと渡辺監督代行で来るとは思うので、こうなったらまあ来シーズン新しい監督に期待ということなのかなって。まあそうだな、夏場にねファンは辛いですよ本当に。これよそから持ってきた方がいいよ、OB ではなくて、OB だと変に愛情がある、はい、もうね瞬間瞬間で勝負仕掛けていくぐらいの厳しい監督じゃないとダメだよ。あ、そうなんですね。俺はその方がいいと。いやそれじゃ選手は育たないって、いやいや選手が育つもへったくれもないって、勝手に育ってくるからって、そのぐらいの素材を連れてこないとダメだよ、追いつかないよ。そっか、こんな一生懸命手取り走ってるよお前、やってるようじゃダメだよ、仲良し恋しちゃダメだってことで、恋しもへったくれもあんかんお前。そうですね。いやでもチャンスが一番多いチームだから。ああそう、裏返せばそうか、お前一生飯食えるぞお前。そうですよ、で全員に今チャンスがセーブ3年でいいから3割打ってみ、連続で、もう飯食えるわ。そうですよ。で FA で、もうこんなんかっこいい。かっこいい。大阪お前西武球場行く時だって、もう運転手つけても後ろで寝とき。寝ながら行けばいいんですよね帰りだって。まあレクサスのいい車ね。はい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 。アルファードみたいな。大きいやつですよね。はい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 。後ろでこうやって寝ていけるから。もう寝そべっていけますもんね。もうベッドが運んでくれてるみたいなもんだから。球場まで。冷蔵庫もある。テレビも。ある。ただあそこら辺電波状況悪いから。そんなことない。いやいや山だから、まあ山切り開いてるからか。そうか。ただそうです、12チーム中一番若手とか誰にでも今チャンスがあるのが西武ですもんね。だから今頑張らないと。そうですね、西武は違う意味でもう文春法になってる場合じゃないって。本当ですよ、今頑張らないと主砲にならないと。文春法じゃなくて主軸、いや手法にならないとっていう。手法にね。そうですそうです。あんま好きだねそれ。うまいなと思ってるだから。いやいや本当に。そうですね。まあ頑張ってほしいと思います。はい。はい。